はい、皆さんおはようございます。山口でございます。はい、今日は月曜ということでですね、まあもう仕事行ってる方もおられると思いますけども、まあこの緊急事態宣言で、まあ、コロナの自粛によって、まあ、家におられる方もいると思います。まあ、これからね、4月に入ってですね、まあこれから学校始めようかと思う方も多分おられた中でね、今こうやって、まあ、こういう宣言が出てしまって、まあね、練習に今から行けたはずなのにちょっと行けなくなったりとかですね、まあ、練習会今なくなったりとかしている中ですけども、まあ、その中ね、私は山口はですね、まあ、一応この雅楽のチャンネルとしてですね、この雅楽を、広めるためにも、いろんな、ことを豆知識をね、この YouTube というのをね、通じて、まあ、リモート学習というのを皆さんにしていただきたいなと思って撮らせていただいております。本日もですね、まあ、こうやって、撮らせていただくわけですけども、まあ、本日のお題、ね、雅楽の楽器役面ってめ、どこで変えていくらいするのと、多分ね、皆さんすごく疑問に思われてる方もいるかなと思います。多分一番わからないところですよね。まあ、検索しても出てくるっちゃ出てくるんですもんね。それが本当にいいものか悪いものかってあんまり口コミやレビューとかそんなにないかなって思わせていただきましたので、本日はこの動画を通して、まあ、それをちょっとね、ここで買ったらいいんだとかね、そういう、まあ、答えになったらいいのかなと思って、この動画を撮らせていただいております。はい、それではですね、どんな、ね、ものがまずあるのか、何を買わないといけないのか、まあ、それをちょっとね、少しずつ説明の方をしていきたいと思います。まずね、まあ、まず、ね、根本的に、ね、楽器、まあ、楽器買わないといけないですね。楽器、まあそれと、譜面ですね。譜面、まあこれちょっといりますよね。譜面ないと何吹いたらいいかわからないっていう感じでね、譜面が必要です。で、まああとね、七力の人はですね、まあリードというものが必要です。リードですね。で、まああとですね、まああと必要かなと思う、チューナー音叉って、まあチューナーですね、音叉っていうのは、まあ音がわかるやつですね。まあそういうものであったりとかですね、まああとこれはまあ会に所属するとかね、これから演奏会出るとかいう人は必要だと思うんです。装束ですね。まあこういうものも今日はちょっと紹介の方をちょこっとさせていただきたいと思います。まあそれでは一つ説明の方させていただきます。まず楽器ですね。楽器。まあこれ楽器でどこで買ったらいいかってね、もうすごい難しいとこですよね。まあ消費力流的ですね。基本的にまあこの楽器っていうのはプラスチック製と竹製両方あります。はい、まあ、今はもう本当にね、どっちも使えますね。プラスチック製と竹製ね。で、まあどこで、まあプラスチック製のやつっていうのは、まあそんな比較的高くありません。だいたいまあ5000円からまあ7000円ぐらいで買えたりしますね。まあ七力流的ですけど、ただ小に関してはね、これどこで買っても多分10万はちょっと超えるのかなと思わせていただきます。で、まあたまにね、ヤフーオークションとかでも出たりとかしてるんですけども、ちょっとこれも怖いかなと思います。特に流的と七力とかだったらね、まあ、あんまりないとは思うんですけども、小ってね、楽器自体のやっぱ構造すごくややこしいんで、まあ、もしかしたら中のね、リードが壊れてるとかね、そういうこともあって、まあ、5000円とかね、すごい破額で出品されたりしてることも多いんで、まあその辺もちょっと気をつけながらね、まあ、解説をちょっとしていきたいと思います。まず、プラスチック製、まあ、どこで買えるのか、まあこれですね、田中屋という、まあ、奈良県天理市にある寝具、まあ、天理教のね、寝具店っていうのがあるんですね。まあ、そこで、まあ、売ってたりとかですね、まあ、それ以外にも足立寝具店、森下寝具店、岡田寝具店っていうのが、まあ、奈良県天理市にあります。でそれ以外に、まあ、武蔵野楽器っていうのがね、まあ、東京の方ですね、これ東京の方にあるんですけども、まあ、そちらの方でも購入できたりとかするんですけども、ただちょっと注意してほしいのは、武蔵野にある、流的とかは確かね、周波数違う流的が出てるんですね。まあ、442Hz と 430Hz ってあるんですけども、まあ、そのフルートとかね、まあ、そういうされている方とかね、現代曲を吹くっていう方は442の、流的を買ったらいいんですけども、まあ、雅楽を始める方に関しては絶対 430Hz の、流的を買った方がいいかなと思います。もうそうしないとね、音程がもう全然違います。もう高いんですよね、442って結構高くなっちゃうので、雅楽吹いてる時にすごい違和感を感じるほどね、高くなっちゃうんで、それを調整するって多分ね、僕も多分無理じゃないかな、はい、無理だと思います。はい、っていうぐらい、まあ全然周波数がちゃう分の、まあ、音程が違いっていうのは出てくると思うんで、そこはちょっと注意していただければと思います。まあブラカンね、まあこういう感じのやつなんですけどね、まあ普通にもう見た感じ、もうあれですよね、もう見た感じがもう楽器もう七力ですよね。これの場合だったらもう七力にしか見えないと思います。まあ、ちょっともう今ね、ないかもしれないですけど、田中屋というところではですね、創業120周年記念モデルとしてね、バイオマス樹脂っていうね、缶を出してるんです。こういうやつがね、これが出ています。これね、まあ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 、基本的に
すごくいい音質で出る楽器なので、今数量でもね200個限定で作られてたんで、もしかしたらもう今は売り切れてるかもしれないですね。ないかもしれないです。でまあこの七力とね、龍笛、値段的にはまあ4000円か5000円、6000円、まあ7000円いったりとかもする時もあるんですけど、まあ大体それぐらいかな。送料込みでもそんなもんじゃないかですかね。まあこれ田中屋とか八達寝具店とかね、まあ奈良県天理市にある寝具店とかね、武蔵野楽器店、まあ、東京のとこであったりと、でも最近ではね、実は楽天市場とかアマゾンでも売ってます。はい、もう楽天市場とアマゾンでもこういうプラスチック缶であれば全然買っても大丈夫かなと思います。まあそんな違いはないかな。まあ間違えないよしの 430Hz と 442Hz あるのは間違えずに、まあ、430Hz 買うようにしたらいいかと思います。まあ、それ以外に最近ちょっと遊びでこういうのも出てます。はい、これね、クリスタル製とか、まあね、スケルトン缶っていうね、これ七力なんですけどね、これ武蔵野楽器では多分龍笛でこれ出てると思うんですけども、間違えてもこれ買わないように、これ買って演奏会出たらすごい恥ずかしい思いしますんで、もう絶対これはネタとして買うぐらいにしといたらいいかなと。ちなみに値段も一緒です、これも。なのでこれは間違えてもまあ、ネタとして買うレベルにしておいてください。という感じで、まあ、プラスチック製の小に関しては、まあ、どこも多分11万とかするんですけども、僕でも小買うんだったら多分本館買った方が、竹製買った方がいいかなと思います。というのも小のねプラスチック缶って実は調律とかも結構ややこしいんですよ。まあ、洗い替えしたりとかするのに、その関係ね、まあ、できればやっぱ本館買っておいた方が、まあ、そのね小の調律さんとかその辺のことを考えてあげると、やっぱり本館を買うのが一番いいのかなと思わせていただきます。で次ですね、まあ、これはまあ、上級者っていうか、ね、中級者でもこれからね雅楽も本気でやっていくんだって人のためにね、竹製の缶をどこで買ったらいいのかっていうのもちょっと今日は話していきたいなと思います。竹製の缶ですね。まあ、ショート七力龍笛のね竹製、まあ職人さんっていうのはいろんなところで数々全国各地におられます。まあ、それをね今日は少しだけ説明させていただきます。まあ、実は販売の方ではですね、先ほど挙げました武蔵野さんであったりとかですね、田中屋とかで、あと太宰府連歌会というところも福岡にあるんですけども、そういうところでも一応本館の販売をしております。あとですね、同友会というのは、まあ東京にありますけども、そこも楽器の販売、まあ本館の売ったりとかしています。まあ、自分たちで作って売ってますね。であと雅山という京都にあるところなんですけども、ここもまあ売っております。全部で、ね、消費力流で売ってあります。ちょっと値段いい値段してね、カバ巻きのね、いい値段するやつはすごいいい音だなったりとかするかと思います。はい、まあこれね、また下の方にリンクの方を貼っておきますので、まあ皆さんまた気になったら見ていただければなと思います。では次ですね、じゃあその中でもまあおすすめですね、まあいいところっていうのを今日はピックアップして、その本館について説明させていただきます。まず小ですね。小ね、僕持ってるやつって実は奈良のね公募響きという、まあ昔ね雅楽推奨会ってところがあったんですけども、まあそこで作られてた小を今使わせていただいております。まあそこの小がすごくなりが良くてですね、まあお姉ちゃん姉貴とかが使ってたんですけども、まあ姉貴がすごい高校の時それ使ってね、まあ、あなたはもう楽器がいいからすごくうまいんだよって言われるぐらいね、めちゃめちゃいい感だったんです。はい、まあそれぐらいに僕も鳴らしやっぱ思うのはすごくいい音が鳴るような感なんで、ここの、まあ、公募響きさんっていうところで小を買うというのはすごく僕はお勧めさせていただきます。まあそれ以外にですね、愛知県の柴垣さんっていう方が作られてたりですね、あとまあ八幡匠という京都にある、まあ、店のまあお店なんですけど、職人さんのお店なんですけどね、京都にある店、ここのね賞もすごく非常にいいです。ただ値段すごくいい値段されると思います。まあ、でも公募響きの多分賞もね、今僕買った時は20万30万だったみたいなんですけども、もう今は50万60万ぐらいはだいぶ上がってます。やっぱ竹がね取れないっていうのもあったりもしますが、ちょっと値段が上がってしまってるのは否めないところですかね。であとまあ兵庫に浅田さんという方が、おられます。そういう方、その方も賞を作っておられたりしております。では次七力ですね。七力に関しては、まあ、僕も挙げれるのは日券2つぐらいかなと思わせていただいて、まあ、1つがまず谷田さんっていう京都の、まあ、コタンっていうね、コタンっていう店をやってるんですけど、そこで、まあ、作られている方ですね。まあ、そこでもまたリンク貼っておきますのでね。でもう1つが、まあ、先ほど挙げました八幡匠というところでございます。これね、八幡匠のね本館、この間僕知り合いがなんか誕生日プレゼントで買ってもらったっていう点でちょっと吹かせてもらったので、すごい音でありますね。はい、もうすごくいい音になります。なんでこれは使ってもいいかなと本当に思います。まあ、ちなみに僕使ってる缶っていうのはどこで買ったのか実は僕も分かってなくて、まあ、あるね天理教の教会さんから、
まあ、2万ぐらいでいただいた缶なんで、それほどいいもんじゃないのかなと思います。ただこの間さっき の, バイオマス樹脂ですねの缶よりかは非常にいい音が鳴るんで、まあ、今はこっち使わせていただいてるんですけども、まあどこかっていうのは僕もちょっと実は分かっておりません。はい、ということで、ね、次が流滴ですね。流滴はどこがいいかというと、まず谷田さんのね、まあ、先ほど地域では上がりましたね、コタンっていう店、この京都にある店ですね。ここの流滴すごくいいです。ちょっとピッチが低くなったりするんですけども、すごくいい良質な音が出るのが特徴かなと思います。でもう一つが、八幡匠、まあ、京都ですね。これも八幡さんですね。ここの笛も非常にいいな、笛がな、音色が流れますね。はい、もうこれも知り合いとかが使ってね吹かせていただきましたけど、やっぱり自分の使ってる感とはちょっと違うなっていう感じの良さがあります。でもう一個がですね、道道が楽器工房っていうのが、まあ、三重県でね、殿村さんっていう方が作られている、まあ、楽器があるんですけど、僕今その缶を使わせていただいております。まあ、それね、すごく太い、まあ、全体的に楽器 の, こあの構造が太いんですけども、非常に、まあ、重い良質の音が出るんで、僕はもうずっとそこの、今5年6年ぐらいですかね、もうその缶を使わせていただいております。まあ その缶もすごくいいんで、まあ、値段もね、他のね七力とか、まあ、流滴もそうなんですけども、まあ、大体15から20万とか20から30万するやつもあります。まあ、大体多分八幡さんとかね、谷田さんのところとかって大体それぐらいするのかなと思いますけども、殿村さんのところはまあ大体15万ぐらいで、購入させていただきましたので、まあ、それぐらいの値段ですごくいい音、良質な音である楽器なので、まあ、これは僕はすごくお勧めさせていただきます。ちなみに僕駒笛の方は、谷田さんの笛を今使わせていただいております。はい、っていう感じでね。でもう一個、まあ、菊田さんっていうとこ、方がされてる、雅楽の楽器店もありますので、まあ、そちらの方も紹介の方させていただきます。それ以外も一応また下の方にリンクの方を貼ってさせていただきますので、まあ、どんな店やるかなとか思ってね、ちょっと興味持って見ていただければなと思わせていただきます。はい、それでは次ですね、これ楽器についての説明今終わりまして、次七力の人ね、リードってのが必要になりますね。リード、まあ、こんな感じのね、こういうちっちゃいやつですね。これが、まあ、演奏の時に必要になりますので、まあ、これの方の紹介も少しさせていただきます。まあ、大体ね、まあ、先ほど上に挙げたね、田中屋さんだったりとか武蔵野楽器さんとかそういうところで販売はしておりますが、すごくね、最初吹けないと思います。逆にこれ吹いてね、諦める方おられると思う。田中屋さんとかね、やつに吹いてね、全然音鳴らないなとか言って諦める方もおられるんですけども、当たり前です。僕もあれ吹けないです、実は。全く吹けません。はい、まあ、全くっていうわけでもないですけども、基本的にちょっとまあ、軽くは作ってるんですけども、やっぱり初心者がいきなり吹こうかって言ったらなかなか吹けるもんじゃない、リードもあったりもするんで、一概にすごいいいかなって、まあ、そっから自分で削らないといけないとかもやらないといけないんで、まあ、その点はすごく吹いていったらいい音にはなっていくんですけども、まあ、その辺はちょっとね、違ったりもするとこもあるんで、まあ、あとね、まあ、どこで販売してるかって言ったら、でも実は最近メルカリで売ってるんです。いや、まさかそんなところで売ってるなんて皆さんわからないということで、ね、メルカリに CD のリードで、まあ、何本セットで何円とかで、ね、売ってます。しかもそんなに高くないというか、まあ、1本1200円とかね、1500円ぐらい、まあ、ただ店で買ったら2000円とか3000円とかするところもあったりもするんで、まあ、僕ここで買うのをちょっと非常におすすめするなとは思います。ただ、まあ、誰が作ってるかがわからないってちょっと怖いところはあるんで、まあ、ある程度でもさっき画像でね、メルカリのやつ見させていただいて、画像でね、削り方とか見てたら、まあ、ある程度すごい形としては、ね、できてるリードだったんで、そちらの方で、まあ、買ってもいい、問題はないのかなと思わせていただきます。はい、まあ、天台のね、 OB の子とかでも、そっちのメルカリ出してる子とか結構いたりするみたいなんで、まあ、結構僕はおすすめさせていただきます。で、次ですね、譜面ですね。これ譜面ね、何を買えばいいかってわからない方もおると思いますので、譜面の説明の方もさせていただきます。譜面ね、いろんな種類ありますけども、僕最初の初心者の方をおすすめするのは、まあ、こういう、天理教のね、道遊社ってところが販売してる、まあ、ちょっと明かりがあれですけども、譜面ってのがあります。これ、まあ、先ほど天理教であげました田中屋さんであったりとか、足立新宮店さんだったり、岡田新宮店さんだったりとか、そういうところで購入の方は普通にできます。まあ、大体2000円から2200円、昔これね700円ぐらいで買えたんですよ。これがいつの間にかね2000何本まで上がって、僕もびっくりしましたね。この間買った時に、ああそんなに値段上がったんやと思いながらね、もう思わせていただいたんですけども、やっぱり、まあ、需要が増えてるのか、まあ、それともこのね
まあ、紙が値段変わっちゃったのかはなんか分からないですけども、まあ、基本ちょっと値上げしております。まあ、2200円ぐらいあったら買えるかなとは思うんで、まあ、これも多分今実は寝具店とかさんでも結構通販とかされてるとこ多いんで送ってくださります。なんで、まあ、送料とかちょっと払ったら多分送ってくださることもあるんで、まあ、詳しくはちょっとまた下の方にね寝具店さんのページとかも貼らせていただきますので、また見ていただけたらなと思います。はい、譜面ね。でそれ以外に、まあ、中極譜とか対極譜とかありますけど、こちらの方でちょっと説明の方を割愛させていただきます。これから難しい曲をやっていくってなったらその譜面を買ったらいいのかなと思わせていただきます。では次ですね、なんかだいぶと疲れてきましたけども、次が、まあ缶筒とか、まあ、袋ですね。まあ、流的の袋、缶に入れる袋とかだと、まあ、2000円ぐらいで買えたりするんですけども、筒ですよね。でこれ筒はね、多分七力も扇形の筒とかね、ちょっと乳滴の缶筒に近いなんかちっちゃいやつとかあったりするんですけども、まあ、これも大体寝具店さんに売ってます。はい、寝具店さんとかね、さっき挙げた田中屋さんとか武蔵野楽器さんとかね、こういうところで売ってたりします。なんで、まあ、そこで買っていただいたらいいのかなと思います。まあちょっと値段はね、ものによりますけども、まあ、大体まあ1万5000から3万ぐらいするかなと見込みで思っていただければいいかなと思います。七力の筒は多分もうちょっと高いですね。7万ぐらいするやつもあったりもするんで、まあ、物によりますけども、木箱ぐらいだったら多分もうちょっと安く買えたりとかします。はい、で小の、ケースとかももうまあちょっとね、7000円から1万とか、まあ、2万3万するのもあったりもしますけども、まあ、その辺のものが、また見てネットで見ていただいたらいいのかなと思います。で次ですね、チューナーと音叉ですね。これチューナーと音叉、音叉っていうのはなんかね、こういう感じでやってね、音程が分かるやつがあるんですね。これはできれば買っておいた方がいいのかなと思うんですけども、でも今の時代実はチューナーすごく発展しております。チューナーも一応ね販売はしているんですけども、最近はスマートフォン、まあ、スマホの方でねチューナーのアプリっていうのがすごく発展しております。僕もチューナーライトっていうねアプリあるんですけども、そちらの方を使って、まあ、いつも使わせていただいております。まあ、それを使ったらちょっとね多少のズレはあるんですけども、まあ、ある程度音程合わす分にはいいのかなと思います。まあ、小の調律とかになったらちゃんとしたやつもっと買わないといけないんですけども、まあ、シリギと流的の消化をするとか音を出すとかその点のぐらいのものであれば、もうその辺スマホに入ってるやつで全然問題ないのかなと思わせていただきます。はい、こんな感じで次行きましょう。最後ですね、最後装束ですね。装束、はい、これ着る、まあ、これですよね。この装束、まあ、装束で一応ね北だれっていうこれ以外にね、雅楽ではなんか玉虫色みたいなやつがあるんですね。とか、あと、まあ、金色とか青色のね、装束っていうのがあります。これ、まあ、ひただれっていう装束なんです。まあ、大体演奏会とかね、宮内庁の演奏会とかで管弦のするときとか着てるのが、まあ、そのひただれっていう演奏会ですね。装束ですね。はい、装束なんですけども、まあ、これが、まあ、大体、まあ、どこで売ってるか、まあ、大体これも、装束ですね。白熊堂っていう、まあ、奈良県の天理市にある、装束店とかですね、まあ、あと画坊というところも売ってますね。あと葉尾装束店とか、まあいろいろ装束店っていうのはいろんなところに全国各地にあったりもするんで、まあ、そういうところで買えるかと思います。値段的にはだいたい3万から4万ぐらいするかと思います。まあ必要な時に買ったらいいんじゃないかなとは思いますね。基本的には今雅楽ちょっと始めましょうかぐらいの感じの人だったら、まあ必要ないかなとは思います。でそれで次がですね、仮衣ぬですね。仮衣ぬ、まあ僕これ着てるこれですね、これがあります。実はひただれもですね、仮絹も今正絹って言って、まあ、絹で作られてるやつと、テトロンって言って最近のやつで作られてるやつ、まあ本物じゃないやつですね、レプリカみたいなものなんで、これ実は僕のやつもテトロンです。なんで、まあ、本物の正絹とは違う仮絹なんですけども、でもまあ仮絹も今はそんな正絹にこだわる必要はないかなと思います。ひただれにしても多分正絹で作ったのは大体10万とかかかるんじゃないかなと思わせていただくんですけども、まあ、この仮絹であれば、まあ、僕これガボーってとこで作ったんですけどね、これがだったら大体3万5千から4万ぐらい作れるんじゃないかなと思います。全部ね一式これ、袴も着てますけどね、袴と、上と、まあ、烏帽子ですね、これこの3つで、まあ、大体3万5千から4万円ぐらいで、購入することができます。はい、まあそんな感じなんで、ます、もしね買うってなったらね、もし検討いただけたらなと思います。それ以外のところで検討してもいいですし、まあ、ただねオーダーメイドとかねすぐ作ってくれるところとかもあったりもするんで、ちなみにこれガボさんで注文した時はすごく時間かかったんで、まあ、時間がちょっと必要な方は別のところで買った方がいいのかなとは思わせていただきます。まあ、ちょっとガボも最近ね、店主さんというかね変わったんでね、その辺どういう感じになってるか僕もあんまりわからないんで、まあ、その辺はまた連絡し合ってどうかね購入していただけたらなと思います。まあ、いかがでしたでしょうかね。
こんな感じで、まあ雅楽の、まあ必要なもの、まあ譜面とか楽器とかどこで書いてどこいくらぐらいするのかっていうのを説明させていただきました。まあまとめの方をね少しだけさせていただきます。まあショートシリと理由的にはプラスチック製と竹製がありますと。でまずあの竹、プラスチック製はまあ大体七力はまあ5000円から6000円、7000円、まあ理由的にも大体それぐらいですね。で、小に関してはまあそれでも10万ぐらいするという感じになっております。でまあ次竹製の管だと、まあ、昭和大体まあ50万から70万とか100万のやつもあったりもしますし、まあ、刺激と流的は大体まあ10万から30万40万ぐらい、まあもういいやつはもっとねしますけどね、まあ、それぐらいの値段で買えると、まあおすすめしたところはまたあの下のページ見ていただけたらいいかなと思います。プラスチック製に関しては最近まあ楽天市場や Amazon などでも売っておりますので、また、ご覧いただければと思います。じゃあ次、七力のリードは、まあ、これは、蒸気お店などで販売しておりますけど、メルカリとかでも買うこともできます。まあ、もしも一番でもいいのはやっぱり、まあ、教えてもらってる師匠からね、どこがいいですか、どこのリードがいいですかって聞くのは一番いいかもしれないですね。もらうとかね。そういう感じの方がいいかと思います。僕もどっちか言うたら、どっかで買ってるっていうよりかは知り合いからもらってるっていう感じの人なんで、まあ、僕は自分でリード作れないんで、削るしかできない人間ですけども、まあそういう感じでやってますので、まあ大体もう刺激の職人さん、リードの職人さんっていっぱい、ね、全国各地におられますので、まあそのいい人をちょっと自分の中で探すっていうのは必要かもしれないですね。で次がまあ缶筒ですね。缶筒とかはまあ袋だったらまあ2000円ぐらいで買えるけど、筒になるとまあ1万からまあ5万とか10万とか上がっていくという感じになりますね。でまあチューナーと音差、まあ今の時代でもチューナーで十分です。チューナーをまあ、スマホに入ってるチューナーだけで全然使えますので、まあ、それを使ってください。まあ、その際にですね、442Hz じゃなくて 430Hz に下げてちゃんとやらないと、なんか音程、ね、それに合わせようと思って必死に頑張っても意味ないんでね、はい、もう注意していただけたらなと思います。はい、で最後、まあ、装束ですね。まあ、これはテトロンと、まあ、小剣という、まあ、2つあると言いました。まあ、まあ、下だれと仮犬とかね、まあ、あと重ねとか、まあ、部学装束とか いっぱいありますけども、まあ、大体は下だれか仮犬のどっちか使うことの方が多いかなと思います。で、下だれと仮犬両方とも3万5000円か4万円ぐらい、テトロン製なら買えるかなと思います。まあ、それちょっと5万ぐらいするやつもあるとは思いますけども、まあ、それで、まあ、証券になると、まあ、10万ぐらいしますよという話でした。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、雅楽で、まあ、意外に結構非常にお金かかります。それ以外に、まあ、カッコとかね、他の楽器を、まあ、買い揃えるってなったら、ね、でも、すごい、お金めっちゃかかるんです。めちゃめちゃかかります。なんで、まあ、でも、できるだけやっぱり楽器、自分の楽器使うにしては、最初は、まあ、プラガンでいいと思うんですけども、まあ、これからね、使って、雅楽で、演奏家としてもやっていきたいんだとかね、そういう感じで考えている方とかおられましたら、やっぱりちゃんとした本館を買った方が絶対いいかなとお勧めさせていただきます。はい、という感じで今日もね、だいぶと20分話しました。20分話しちゃいました。はい、20分話しちゃいましたけどね、もう喉がカラカラです。もう今日はこんなもんにしておこうかなと思います。はい、今日もね、こうやって情報をね、いろいろお伝えさせていただきましたけど、山口総一郎の雅楽チャンネルはね、これからもどんどん1日、まあ、1回をちょっとめどにね、情報、こういうお話の方をさせていただきたいと思っておりますので、皆さんどうぞチャンネル登録していただけたらなと思います。これチャンネル登録無料です。もう本当に雅楽講座タダで受けてるようなもんです。はい、もう受けているようなもんなんでね、ぜひチャンネル登録をね、無料にしてんで、これからどんどんね、家でリモート学習できる雅楽をどんどん僕も推進していきたいと思いますので、まあ、質問とかコメントとかもどんどん下の方に受付どんどんさせていただきます。まあ、それ以外にもいいねとかね、悪いねとかちょっと悪いなと思ったやつも全然ねつけていただいて大歓迎なので、それはもうしていただけたらなと思います。はい、では本日はここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。